日ということで、はい、渋谷でモンスタータイムの日です。はい、第3木曜日板にも参加させていただいてるんですけれども、今日は第2木曜日、はい、ちょっと唐突に板にも出させていただくことになりました。ということで今日は、渋谷クロス FM までの道のりをモンスターと一緒に歩いていきたいと思いますが、すいません、交代します。はい、チェンジ撮ってるか、それ持つよ、それ重たいから、8個。はい、ということでね、渋谷の、なんていうんですか、スクランブル交差点のところを丸い方面に向かいます。はい、あっちです。渋谷クロス FM はシダックスカルチャービルの1階にあって、徒歩5分ちょっとぐらいで行けます。そうですか。してるんですけど、死ぬほど恥ずかしいです。このライトがあることによって明るさまに何か撮ってるんだなっていうのがよく分かって恥ずかしいです。あっちがこういう感じで2人ともスクランブル交差点のいろんな人が撮影してるよ。よし、行っとくぞ。渋谷クロス FM に行けそうな感じがするんですけど、意外とみんなまっすぐ行かないので気をつけた方がいいです。すごいね、このやたらレインボー、いつもすごいなって思うんですけど、どうですか。確かに、ね、なんかレインボー具合変わってるよね。水分の下を通って水の間、センター街とあと東映の映画館の近くが全部階段です。あ、もう疲れましたまだ着きません。こっちに行ったらセンター街の、でもね、あーいっていうのがね、うちもなんかツイキャスで言うようになっちゃった。あーいって言って言わなきゃ、ヤッホーヤッホー、あれはなんかヤッホーはなんか機嫌のいい時に言うらしい。あの番組でヤッホーがない時は機嫌が悪いらしいです。ヤッホーが美味しい。はい、丸いです。そして今日の路上ライブ予定のモディ、私読み仮名知らないんですよ。モディビル、モディビルです。モディの意は愛じゃなくて愛なんだだから私モディビルって言ってた。モディ、はい、モディです。よくあの上のなんか画面でスパイダーマンとか出てきた。最近はしてたんですけど、今この画面です。ちなみに、はい、そしてこのね、ノーライフの建物がしっかり見えてきます。いいですね。大丈夫です
ックノーライフです。あなたはノーミュージックノーライフですか。近っ顔近っ。ちょっと悪いですね。思うのがなんか変わってますよね、ちょいちょい店が。左側が、左側モディの1階です。モディの1階です。あとこのお店がおしゃれなんです。ドラム叩いてるの見たことないんですけど、さあ触れこみ触れこ大きいね。モさんはタワレコとかよく入るんですか。全然入りません入らないんですか。入らずにアップルミュージックアップルミュージックで買うんです。あ、ごめんね、はい、ごめんなさい。ダウンロード、いろんな意味で話題のマリオカートです。だだだだ、はい、そういうことするのが好きです。あのセブンに関しては金チョコボまで育てました。あーチョコボ頑張りました。山とかね、フィールドに出て山の上にドラゴンがこう飛んでるっていう未だに思い出します。さあそんなこんなでそろそろです。あの来ました。さあここで季節感を感じてますイベントホールがあったりとかする場所なんですけど、その1階が渋谷クロス FM になっていて、ガラスのガラス張りの向こうで、あそこ、あそ、あの映していいのか分かんないやつ下の方言い方だな。着いたーやっほー。ということで9時からやります。渋谷デモさんタイム、よろしくお願いします。みんな道分かった、よろしくお願いします。バイバイ。チャンネル登録もよろしくお願いしま す, します。山本香里ハムニダタコハムニダイタニアコです。9時からはーもさんもさん渋谷クロス FM です。ということで9時から渋谷でモンスタータイム、第3木曜日にあの板に渡させていただいてるんですけど、今日は急遽板にもでしっかり一緒にやりたいと思います。よろしくお願いします。観覧無料で、その後終わった後は交流があります。ぜひお待ちしてますよ。ちなみにこのまままっすぐ行くと、表参道の方に行くことができますよ。おしゃれな道ですね。ちなみにこっちからさっき来た道を戻ると渋谷駅に向かいます。結構こう渋谷なんだけど、ちょっとこう落ち着いたようなところにあります。おしゃれですね。はい、よろしくお願いします。